こんにちは、粟田洋介です。今日はこの小さいキャンバスにアクリル絵の具で変な絵を描いていこうと思います。なぜ変な絵を描くかというと、なんとなく面白いからなんですけど、変な絵とかクレイジーな絵を描くにはアイデアがたくさん必要になります。だから絵を描くいい練習になります。というのは本当なんですけど、後付けの理由で単に楽しいから変な絵を描いてみたいと思います。まあ、これは変だと思う人もいるかもしれないですけど、私の絵にしてはなんかまともな絵な気がします。なんか最近のいつもの絵とちょっと違うんですけど、まあ別に変な絵にならなくてもいいんですけど、もう少し足していこうと思います。絵が完成しました。なんか変な絵を描こうと思ったんだけど、そんなに変じゃないような気がします。まあ変だと思う人もいるかもしれないんですけど、なんかいつも描く絵と全然違う感じになりました。たまにはこんな感じもいいかな結構昔は人物画を風変わりな感じで描くっていうのをやってて、いつしか描かなくなったんですけど、なんか最近またね、人物画を描きたいななんて思っています。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。